お待たせしました。
アリサキさん、結果報告をエンゼル手帳って言うんです。 幸せを一つ配るごとに一枚貼っていくんです。これがいっぱいになれば任務完了です。
それは備品ですから。ちょっとね。しないわよ。ちょっと私妹がいてね、顔を合わせづらいことになってんのよ。で、不本意ながら逃げ回ってるという次第でございます。うちの妹はね、かわいいのよ。絶対紹介しないけど、華道界のトップアイドル候補の一人よ。もう可愛いったら。華道やる人は美人が多いからねって。何？いきなり詰めようって。私の知ってるお弟子さんの何人かはもう脱げばグラビアアイドル間違いなしっていうほど綺麗な人もいるわよ。もう呼んでるじゃない。私の修行は厳しいわよ。ただ妹はちょっと影が薄いとこがたまに傷なのよね。ミコがもっとガンガン前に出る性格だったら。似てないのよ。引っ込み思案で気弱で、すぐオロオロしちゃって。
何からも一歩距離を置いている気がする。おしとやかに見えるのは本気にならないから。お上品に見えるのはこれだけは手放したくないというものを持っていないから。あまり自分を近づけてはいけないと思っているのかもね。それはそうね。
嫌いになります。クワガタのメスも嫌いになりました。